第2回英語イントラ族ピュアス昼飯。どうも、一緒のはるきとのせともっち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 です。はい、というわけでね、今回は以前やった英語イントラ族ピュアス昼飯の第2回ということで、俺がピアス開けたいって言って思いついた企画なんですよ。でも俺ピアスまだ開けてないんです、こっちに。ああ、そうなんですね。やります。やるんかい。付き合わされてるだけです、僕らは。それピアス普通に開ければいいじゃん。開けろよ。怖いんかよ。開けてから1年半経ってるから怖いな。あ、そういうことね。でもお前ピアスつけてからね。ピアスいいよ。じゃあピアスマジで買おうかと思ってんだけど、じゃあ俺これつけたらちゃんとこっち買おうかな、新しく。あ、てか俺つける気でいたかな、今の。全然それはちょっと自主的にお願いします。自主的に、はい。今回はね、ご飯を選ぶところから英語禁止にしようかなと。なるほど、なるほどね。俺らいつもご飯を選ぶときじゃんけんとかしてるじゃないですか。確かにね。そっちで気を取られたら英語いいんじゃないかと。確かに、なるほどね。でも気づかれなかったやつはもう脳幹なんで。うわー、熱いよ。大熱、小熱、中熱すな。一生マジで大やけどしたよ、最終的に。おやけこやけの赤とんぼせい。わかんない、わかんない、わかんない。本当に俺聞いたことない。マジ？あるよね。この曲知らないってこと？いやいや、赤とんぼはわかるけど、その後にあるの？ある。おやけこやけの赤とんぼせい。わかんないからそこ歌わせな。なんで？というわけで今回は英語言ったら即ピアス昼飯です。やっていきましょう。はい、よいオンドン。怖いよ、怖い。もうだって怖いのよ。もう気にしなきゃならんもん。しゃべれ。飯決めよう、決めようよ。何食いたい？最初はグー、じゃんけんぽい。おー、とんかつです。面白くないね。一番問題はやった。一番問題はとんかつ食ってて英語なんか言うわけないやん。とんかつってなんだよ。やば、一人一個だから。うーわ、黙々と食べちゃう。昼飯だー。昼飯になっちゃった。がっかりしてメソメソしてどうしたんだい。胸を叩いて冒険しよう。そうさ100買いに行こう。買いに行きます。買ってきました。マジでわかんねえぞ。名称、弁当、やば。書いてない。普通にマジでわかんねえやつだ。手を合わせてください。いただきます。いただきます。食うだけになるのが一番怖いからね。とんかつはだって言わないもん。なんでとんかつって言ったお前。普通に普通に謝るぐらいならさ、とんかつとか言うんじゃねえって話なんだ。そうなんだよな。面白いね。でも声もちっちゃいし。めっちゃいいよ。チャンスだよ今。おあおー、はい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 。手止めてください。そうなの。じゃないのよ。あーでしょ。お前だよ。お前だよ。再開。いただきます。健康になってほしい人がいるから横に。俺不健康だと思われてんの？いや、もっともろっと。なんつった？もっと噛んでた今。そういうもんなの？それって。そうですよ。からしつけるでしょ。つけた方がうまい。まっとう的にうまいよ。マジで？まっとう的？そう。聞いたことないよ。俺からしつけた方が美味しいなんて。どっち？これも美味しいぐらい。ああ。小学生の時。家で悲しかった話。あ、1個あったわ。僕塾通ってたんですけど、まあきついんですよ。帰ったらね、その時流行ってた化け物をこう従えて手持ちにして、それで戦っていく遊びがあったんですよ。それをね、ありえない時間僕は頑張ってたわけですよ。でしかもその塾が終わったらそれをやると満たされるんですよ、心。安らぎだったんですよ僕。家に帰ったらね、1歳とか2歳のね、妹が僕のお遊びの箱を持ってたわけですよ。お遊びの箱下手にね化け物が売られてたりとかねするとね嫌だなと思ってすぐ取り上げたわけですよ、うん、したらね最初の町にいたんですよ。おお、なぜこいつは最初の町にいるんだと用はないぞ最初の町にと全部消えてました思い出全部消えてました。やばっ。999時間99分の1000時間やってんのによってた。1000時間やってんの？カンストしてた。何日よカンスト？カンストどう？いや、カンストは英語。本当か？だってカウントストップだもん。じゃない？おいはい、やばいです。やばいね。リーチです。リーチだよ。おもんないでも開けてない人がリーチだからね。張り合いないぞ。再開。あ、ごちそうさまでした。早いやん。中学生の時、家で感動した話。ちなみに俺が転校で帰ってくるって LINE した時どう思った？なんて思ったっけ？ LINE だよ。 LINE じゃなくね。今俺らお互いにLINE って言ったから LINE って言ったあれわかんないどこまで行ったよ。いやもっちが最初だわ。これ最初の一人だけでも俺は正直気づいてスルーされたらよかったなって思った。うわお前悪じゃん。じゃあお前じゃね。なんでだよなんでお前悪だからお前なんでだよ。ダメです。なんでよアウトー。なんでよアウトなんだって今アウトダメだよ。11日はせめてアウトー。アウトですアウトなの。でももっちにアウトって言われてないから俺まだアウトー意味が言ってよどっちかどうなのか。ズルはできない。せーのアウトー言ってるんだって。だからなんで何そのさダメだよそれは。再開。最近の飲みであーよくないね。ダメ違います。あー来た面白くなってきたよ。俺も気づかなかった。今のワンアウトツーアウトワンでしょ。ワンからね。さすがに再開。この人自分のこと好きなんじゃないと思う瞬間。うわーいいな。でもね俺ね連絡が続くだけでちょっと思っちゃうよ。まあちょっと思っちゃうよ。連絡が続くだけで俺と喋んなくてもこいつ別にいいよなとか思う話題が1週間ぐらい続いてたらなんかちょっとって思っちゃう。なんかちょっと自分も好きでしょそんな。ああそうね。確かにめっちゃ目見て話すみたいなね。めっちゃ目見て話してくれるとか俺もうそれだけでちょっと嬉しいってなっちゃう。嬉しいとかないからね。それお前がさ好きになっとるよ。そうなのよ。こうさ大人数でいてさ自分にだけ視線来てる女の子とか常にかどうかは別としてなんかパッて見た時に目が合っちゃうみたいな。中学生とかの時に授業中に目合っちゃうとかだったらちょっとおっとかあったけど別にもうないな。まあね逆に LINE が続いても目が合っても自分ギュ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 どうするブシャーン。今これダブルアウトにしてたら終わってる。うわー俺開けたいから別になんだこいつ。俺らが開けんだよ。怖いよ俺ら知らないもん。本当に無知だもん。俺が開けるわしたらやだ知らないやだ。でもっちよりマシなんじゃん。でもさ俺もマジで開けなかった。エイム定まんないでさこの辺にエイムって呼ぶな。再開。で何があったら自分のこと好きなんじゃないって思うんです。誘ってきたらじゃない。結構高いね基準が。それでも半信半疑ではある。あもしかしてぐらい。確かにな。なかなかなくない？女子の方から誘ってくることなんかない。もうほとんどない。まあ関係値にもよるけどね。普段から遊んでたら別にそんなことがまずない、ね、ほぼ自分からだ。もう自分からもないからないよそれは。もう可能性がないだけでいいお題だったんじゃない？不満話。不満？最近の不満ですね。最近の不満っていうか結構慢性的に不満なんだけど、JR 使ってるお疲れ様でーす。最悪だー。こんなずって終わることある？うわーや何その瞬間。 J の R よ。 J で R なのよ。何してんの。英語でしかないよ。やっちゃったー。間違えんなよ、お前これじゃないからな。これじゃなくてこれだからね。ああ、そっちか。これじゃなくてこれね。あ、そっちかよ。これね、こっち。あ、そっちね。こっち、絶対こっちじゃないから。開かないからね、そこやばいよ、マジでやったら。はぁよくモッチーいったね、これ、初ピアスで。これは行くよ、大丈夫だよ。もう痛いもん、俺今。いや、そう、挟まれる時点で痛いよね。うん。照準は合ってると思うよ。やめてね、まだまだだよ。まだないけど、多分このままパツンっていったらいける。3、2、1、パン。あー心は決めたのに怖くなってきちゃった。もう行こう、もう行こう、もう行こう。いや、行こうか、そろそろな。もう行こう。よしよし行こう。もう終わろう、早く終わろう。オッケー。54321いった。じゃあいいよいいよ、俺がやるから。あー、痛え、痛い、痛え、1回目より痛え。ちょっと感覚をレポートしとくわ。こうギギギってきて、うん、あ、針がこう対応してるとこあるじゃん。うん、ここの、一応一回り周りの皮を、ギュンと押し込む感じ。うん、おー、しっかりだわ。できてますね。めっちゃちゃんといってるわ。よっしゃー、開いたー、嬉しい。これでついに俺も両耳ピアス人参だ。人参。